どうしたんだ？風呂でも監視ってわけか、からかってる？いやいや。江藤先輩？あ、はい、では。なんとか彼女だけでも誤解を解かなくては。これじゃまた余計なトラブルに巻き込まれるだけじゃないか。そんなことを江藤先輩は一言も。またあれを引っ張らないといけないのか。念のため持っていくか。でもまずはあっちだ。そがっけえな。友達が訪ねてくるのに理由はいらないでしょ。ねえ、その荷物は何？